よし、じゃあこの分岐の部屋まで戻ってきました。で、先ほどはこっち側行ったので、今回はこっち側に行きたいと思います。さあ、最後の、ね、最後の部屋ですね、おそらく。最後の部屋といえど、その後に多分、将棋バトルが待ち受けてると思う。また、こっちのルートはこっちのルートで。もうその将棋バトルルートの先のエンディングって、なんか結構意味深なのが多いようなイメージあるので、それはそれで楽しみなんですが、でも結局将棋バトルに関しては勝っても負けてもどっちにしろ、エンディングには繋がる。うおお。随分アーティスティックな部屋に来ましたね。これはどういうこと？金庫があるな。ああ。マジでどういうことこれ？マジでどういうことだ？これがまあヒントなんでしょうけど。マジでわかんねえ 何を意味しているんだ？トラップもどういうのが来るのかわかんない。この部屋全く見当がつかねえ。これ引き出し開けれるとかない？そっちは開かない。なんか、この花瓶が怪しいぞ。この花瓶と連動してんじゃないの？普通に揺れただけ？テーブルごと。あ、テーブルごと揺れただけか。なんか連動してるように見えた。そっちの引き出しは？なになに？あ、鍵だ。宝探しゲー？その鍵はどこに使えるやつ？この引き出し？これ。あの金庫か。いや、その引き出しの鍵はさすがにそこの隣の引き出しにしまわんでしょうけど。まあ、試すだけ試してみるか。合わない。じゃあ、あの金庫？マジで、この壁のヒントが何なのかよくわからん。とりあえずそれは開く？あ、開く？何が入ってる？はい。うわ、もう、金庫の扉の裏にもなんかあるな、ヒントらしきものが。わっしゃ。あれと同じ模様が書かれてるな。あと7個。多分これを壁にはめるんでしょうけど、扉にはめるんでしょうけど。あと7つぐらい隠されてるのかな？この部屋のどこかに。わかんねえな。全然見当がつかんな。その引き出しの鍵もどこかに隠されてるっていうこと？この絵画の裏とかになんかね。それ調べれない。おでかなら音がてもこく。調べれんか。あれは？調べれるもんなさすぎないか？ちょっと。おぼさせもみな。むちゃくちゃ難易度が高く感じるんですけど。これも何を意味してんのかさっぱり。あそこにはめれるのかな、これ。そこにも似たような、まあ、これは多分、ただの、装飾っていうだけだろうけど。はめれはする？あ、はめれそう。はめれた。
何も起きない。はめれるけど何も起きない。どういうことだ。とりあえずその壁のボタンを押して、多分これでゲームオーバーになっちゃいますけど。嘘。ね。ね。ちょっとわかんなすぎるな。今回。どうなる？どうなる？おお！あれがトラップだったか。あれもなんかパズルの。うわあ！あっちあ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 ち。おお、すげえ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 。本当にこれ使ってる感じ。もう楽しんじゃってる。おお、もうすげえ。マジで息できなくなるみたいな、そんな感覚に陥ってしまう。さて、まあとりあえずあのワッシャーみたいな、あの輪っかを8つ集めてあの扉に全部はめたら開くっていうことなんでしょうけど、まあ、とりあえずさっきと同じくこの引き出しを開けて、で鍵拾って、あの金庫を開けますか。で多分あの扉の裏のヒントが今使うべき。あれ対応してんのかな、位置が。っていうわけではないか。今思ったのが、あのヒントがこの壁の扉と対応してるのかなって思って、だからこの高さの、同じ高さのどっちかにはめたらいいみたいな。これはめてゲームオーバーになることはないのかな。まあ、ボタンを押さなきゃゲームオーバーにはならんでしょうけど、試しにはめてみる。ちょ、それ持って。今思ったのが、この対応するここ、そこにはめると次何か動くみたいな。違うか。違うか。じゃあ外して、もしくはその左隣のやつとか、こことか。違うか。何も起きんか。その引き出しにまだ何か入ってたりはしないか。なんか引き出し開け閉めするたんびにガチャガチャ鳴るの鬱陶しいな、あの花瓶。もう手当たり次第はめていくかも。何も起きない。何も起きんな。いろいろ調べてったら何か反応してくれるとこないのかな。動くな、エロ子。わかんねえ。それか、これが上の、あの金庫の上の方の棚に入れたら、下の方にあったやつを上の棚に入れてしまったら何か作動するみたいな。あやお見直を。違うか。ほぬらあげいのこ。あっ。えいが、あこのおぬきなる。びっくりした。あ、これ何回か調べなきゃダメなパターンとかあんのか。鍵見つけた。それはひどくね。それひどくね。じゃああの花瓶も何回か調べたら。あの花瓶も何回か調べたら、振ったら音がする。振ったら音がするみたいな、なんかそんな感じになんない。この壁の絵とか、まあ、とりあえずその鍵でそこの引き出し開くような気がするから、それを最初に試そうか。これでまたなんかヒントが現れたな。そこ開くんちゃう。やっと進んだ。そんなん、それはやらしすぎるわ、さすがに。はい、開きました。おう、
輪っかが出てきた。いや、一回で発見できないのは、それはわかんないな。輪っかだけに。これは、お、調べ始めた。落ちる？落ちる。うわぁ！ラッキーの田舎。何それ、今度は。何それ、あれとなんか対応してそうな気がするな、あれと。どちらかな。これは何も起きないのか。これ引っ張って、ゆらゆらさせたら、花瓶をゆらつかせたら、あれ揺れない。あ、揺れた。嫌な子。なんで揺れるんだろう。連動してんのかな。これも何回かやってたら、みたいな。いや、これは何にもないのか。すげえ気になるけどな、あの花瓶が揺れるの。何かあるのかなってめっちゃ思っちゃうけど。これは、なんだ。これ下手に動かしたら、ゲームオーバーになるとかないですよね。結局あのボタンを押さない限りゲームオーバーにはなんないですよね。どうなるんですか？は？どういうこっちゃ？どういうこっちゃ？赤は？どうした？そっちは赤を動かしたらどうなる？わかんねえ。こっち側を開け閉めしたらどうなる？あ、何買った？ないんかい。ん？え？お？お！だと思ったわ。だと思ったわ。だってすげえ気になるもん、開け閉めするたびにあんなに揺れたら。だと思った。よかった。これで3つ。これがわかんねえな、そうなると。なんともないか。これとか。それの裏側に鍵がひっついてる。まあ、鍵が出てきたところでですけど。なんかヒントが書いてあるみたいな。何もない。あ、あるわ。これヒントじゃない？これ。ヒントじゃないって。ヒントすん、まあ、どれもヒントだろうけど。はぁ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 。なるほどなるほど。読めるぞ。組み合わせるのか。だからこの横棒と、この縦棒を組み合わせたのが、だから一番上、あの十字のバッテンは、横と縦が一本ずつなんで、この、花びらみたいな一番左上のやつで、あれは横棒4つと縦棒1つなので、あの鳥さんみたいなやつ、一番右上のやつで、縦3つ横2つなので花びらか。はいはいはい。で、縦3つ横4つなので、その次はあのなんか雑草みたいなやつ、一番左下右下のやつで、最後が縦2つ横3つだから S 字のやつか。順番で言うと、4つの花みたいなやつ、鳥みたいなやつで、花みたいなやつ、雑草みたいなやつで、最後に S 字のやつっていう順番がわかるけど、あ、ってことはその順番にこの針を動かせばいいってことか。なるほどなるほど。把握した、やっと把握した。オッケー。ようやくこのヒントの意味が分かった。ってことは最初花のやつだから、一回この、これがスタートでいいな。左に向ける、針を左に向ける。で、その次は、あの鳥みたいなやつだから、これ青を動かせばいいんじゃない？あ、やっとなんかこの糸口がつかめると、気持ちいいな。右に動かす。はい。で、その次が、
また花のやつだったな。だから赤だな。赤でいけるんじゃない？これ。これであと赤3回でいける気がする。お、光った。で、はい、もう一回。赤、あれ？あれ、いらんことした？今ので正解だった？え、今ので正解だった？あれ？ あれ？まあいいや。あれ、光るなよ。ちょっと紛らわしいじゃん。これで、雑草一定数いって、これいいんじゃないの？違うの？あれ、あの光ったせいで困惑してしまった。ん？上から順じゃないのか？あれ逆順か？さては、あの絵逆さまになってる、上下逆さまになってるとかないよな？ちょっとカテヤさん、これひょっとして逆さまになってる臭いな。逆さまになってる臭いな。だから逆順か。あ、うん？これなんで光ってんだ？何が条件で光ってんのかわかんないな。なんか左に向けりゃいいだけだったのかな。ちょっとあそこにはめてみるか。これまだはめてなかったよな。これとこれまだはめてなかったよな。そこの台座に。そこにはめてみて、何かが起きるかもしれない。はい。お、動いた動いた。お、交換してくれた。これあと1個あるな。お、ヒントが出てきた。なるほどな。なるほど、なるほど。で、あとは？あとは、あと一個どっかにあるはず。これがまだ見つかってない。この模様のやつ。アナトリー。あ、光ってる、光ってる。あ、なんだ、正解をたどると、光ったままで継続になるんだ。そういうことか。じゃあ、これを赤を押して、赤を押して、で、もう一回赤押す。もう一回赤のレバー引く。で、あと一回、あと一回、これを引けば、これで何か起きるんじゃない？はい。あれ？あ、おい！は？は？どういうこと？それは。それはつまりどういうことですか？アナ君、俺さわおし。え？え？どういうことあれは？え、何？何のヒントあれは？こんな大層な仕掛けでわざわざ出てきたっていうことは重要なヒントなんでしょうけど。え？これ地面の、地面だな、これ。地面だな。地面のシミに似てねって思ったら、地面だな。そんなね、そんなね、観察力、ゼロじゃないですから、僕だって。この辺調べろってことじゃないの？そういうことじゃないの？この辺を調べろってことじゃないの？違うの？その辺になんかあるんじゃない？なんかあるでしょ。おや、ほみな。イエーイ。来た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 。あ、ヒントだ。あれ？あれ？あ、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 あ。辻褄が合わなくなったな、このヒントで。これを、
その上から2番目右側にはめればおしまいかなって思ったんで泣いすけてど、る？この様子だとどうも違うっぽいな。これは、あれ、いやし。べえ、わかんなくなった。わ かんなくなったな。とりあえず一番上に来るやつを定めるか。どれが一番上に来るかを見定めよう。これがでも一番上に来るな。おそらく。このパーツが。で、しかもこのパーツは、右側一番上に来る、これは。もうこれ失敗したくねえぞ。すげえ時間かかった、ここまで。ここに至るまで。めちゃくちゃ時間かかってると思う。天秤の部屋以上に全然時間かかってる。あれは計算するだけだったし。頭使ったのはあっちだけど。うさふらをみなこ。はめました。で、そのあれの下にこれが来る。だからこれ一回外していただいて、外していただきまして。それが、ここに来る。で、いいんでしょ？で、それの、一回これ外してもらって、そこは、その下にいるやつだな。それ一回この辺に置いといてもらって、で、あれを一つ上にあげる。これね、もう言葉で説明するの、多分ね、難しすぎる。言葉で。何を考えてそう動かしてるのか説明するのが、ちょっと 模様も言葉で言い表しにくいし。で、それを、その一つで、ここ。要は、すべての、この、ヒントたちすべてが、辻褄合うように、あそこに並べていきゃいいっていうことなんでしょうけどね。で、これは、あそこ、これの上は空ペーパー白のに子なる。やもんな。から、これは、左下だ。これは左下にはめれば、すべてのヒントが噛み合う。これで、どうよ。これでどうよ。これでいいんじゃない？ランプが光るみたいな。あの上の。何も起きないの？押しちゃうよ、壁のボタン。ここまでもうやり直すのしんどすぎるぞ。のやっとしたユーザーとザノザン。とりあえず、押しちゃうかも。合ってるよな、これで。合ってるよな。左上。で、これとこれも合ってる。で、これの上にあれが来る。で、あれの下も空白。これの下も空白。全部合ってる。OK。押しちゃえ。頼む。嘘。ね。頼む、うまくいってくれ。どう？オッケー。オッケー。いや、苦戦したな、この部屋は。めちゃくちゃ苦戦したな。宝探しゲーみたいな感じだったけど。いや。まあでも一番引っかかったというか、あれだったのは、2、3回調べないとアクションが起きないっていう、そういうギミックというか、そういう場面が一番ね、あれだったな。これは黒ずくめのやつ来るな。ちょ、すげえトイレ行きて。これだけやっとこうか。いや、これはもう。
次に回そう。ちょっとトイレ行きたいので。この辺で一回収録区切りたいと思います。お疲れ様でした。